皆さんこんにちは。司法試験ガイダンス60分でわかる司法試験のすべて、合格までがわかるサクセスストーリー始めていきます。お話しいたしますのは、東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。で、こちらですね、この60分でわかる司法試験のすべて、合格までがわかるサクセスストーリーというレジュメを用いていきます。まずね、試験制度、これ知る必要ありますよね。ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、簡単に、説明していきます。第1、制度概要。1、司法試験制度の概要。括弧1、司法試験とはです。これ、法曹というのは弁護士、裁判官、検察官になるための試験になります。弁護士って役割いろいろありますけど、大きく分けて2つ。1つは民事訴訟。例えばお金を返してくださいとかですね、離婚したいとか、そういった裁判の代理人、裁判を代わりにやってくれる仕事、それが弁護士の一つの役割です。もう一つはね、刑事弁護人って言って、犯罪を犯したと疑われてる人、例えば物を盗んだとかね、疑われてる人を弁護する、刑事裁判で弁護する、そんな仕事ですね。で、裁判官は分かりやすいと思います。裁判の判決を出す人で、検察官は犯罪を犯したと疑われる人を刑事裁判にかける、起訴する人、これが検察官になります。この3つのどれかになりたいと思ったら、司法試験、これ通らなければなりません。そして合格して司法修習に行き、これは1年間の研修です。2回試験に合格すればなることができます。で、2回試験は司法修習が終わったときになされるものです。で、弁護士は弁護士会への登録、これが必要です。2回試験に受かっても弁護士会への登録が必要。ただこれはね、重大な前科があるのか、そういった事情がない限りは普通登録されます。あと、裁判官、検察官はこれ公務員なので採用されることが必要です。これ後で触れますけど、司法試験自体がある意味公務員の試験なので、裁判官、検察官になるためにはもう一回試験があるわけではありません。ただ面接はあります。あとね、司法修習って裁判所に行ったり、検察庁に行ったり、あとは各弁護士事務所に行ったりして研修するんですね。その研修の中での態度とか振る舞いなんかも評価の対象です。なのでね、裁判官とか検察官になるためには、立ち振る舞いなんかも重要になります。あと、一番重要なのは裁判官、特に2回試験の成績。司法試験の成績も重要なんだけど、それ以上に2回試験の成績が良くないと裁判官にはなれません。じゃあね、司法試験どんな中身かっていうのを見ていきましょう。例年5月に行われます。今年はね、ちょっとコロナの影響で8月だったんだけど、5月の4日間で行われる。単刀式試験、これは憲法、民法、刑法の多士択一式、これマークシートの試験になります。ちょっとどんな問題出るか見ていきましょう。レジュメのね、これ3ページ見てください。平成29年司法試験予備試験単刀式試験って書いてますけど、司法試験と予備試験、単刀試験はほとんど同じなので、司法試験も同じ問題が出ると思っていただいて構いません。こんな感じ。A が19歳で、親権に服する男性であることを前提として、次の A から O までの各記述のうち、正しいものを組み合わせたのは後期1から5までのどれか。A だけ見ときましょう。A がその親権者から営業を行うことを許可された後に、親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には、その売買契約がその営業に関しないものであっても、A はその売買契約を取り消すことができない。まだ成人年齢20歳ですので、未成年の話ですね。で、未成年者が親の許可なく契約をしたら取り消せるんだ、そういった話は聞いたことがあるかもしれません。その話ですね。で、これ、身近な話題だって分かると思うんだけど、その反面すごくややこしいですよね。二重否定みたいな表現もたくさんある。なので、単刀式試験ってのはね、知識の正確性なんかが要求される、ということになります。じゃあ戻りまして、レジュメの1ページ目。その他に論文式試験があります。
で、これ憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法。これ1、2、3、4、5、6、7ありますよね。この7つの法律をまとめて7法と言います。これ司法試験の受験会の用語なので覚えておいてください。7法と選択科目の8科目、これが出題科目になります。そして事例が与えられてどう解決するか、論述する試験、それが論文式試験になります。で、選択科目は労働法、倒産法、知的財産法、租税法、経済法、環境法、国際司法、国際公法、それぞれの科目の中身は説明しませんが、これらの中から1科目を選択する、そういうことになっております。で、ここでですね、論文の問題の入る前にまずこの7法って用語がありますよね。6法って聞いたことあるかもしれません。で、7法って聞いたことない。これね、7法っていうのは受験用語で、6法に行政法を足したものなんです。だからさっきの7法から行政法を除いたものが6法になります。レジュメを見ますとこんな感じですね。憲法で行政法を除いて民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、これが6法です。6法が司法試験には出ます。そしてさらに行政法という科目と選択科目がある。で、そんなイメージです。で、じゃあ実際論文ってどういうものなのか見ましょう。5ページです。予備試験の論文問題、平成29年司法試験予備試験の論文式試験の憲法になります。そして司法試験は予備試験よりも長い問題の論文が出ますけど、本質的には似てるので見ていきましょう。次の文章を読んで後期の設問に答えなさい。で、見ていきます。A 県の特定地域で産出される農作物 X は1年のうち限られた時期にのみ産出され、同地域の気候土壌に適応した特産品として著名な農作物であった。 X が特別に豊作になる等の事情があると価格が下落し、そのブランド価値が下がることが懸念されたことから、 A 県は同県で産出される X の流通量を調整し、一定以上の価格で安定して流通させ、 A 県産の X のブランド価値を維持し、もって X の生産者を保護するための条例を制定した。以下本件条例という。で、どんな条例かというと、本件条例では1、X の生産の総量が増大し、あらかじめ定められた X の価格を適正に維持できる最大許容生産量を超えるときは、A 県知事はすべての生産者に対し、全生産量に占める最大許容生産量の超過分の割合と同じ割合で収穫された X の廃棄を命ずる。2、A 県知事は生産者が廃棄命令に従わない場合には、法律上の手続きに従い、県において X の廃棄を代執行する。3、X の廃棄に起因する損失については、保証しない。旨定められた。そういうことになっております。で、ここなんですけど、なんとなく分かりますよね。農作物ってたくさん取れすぎると価格が下がるから、価格を下げないように、ひいてはブランド価値の維持をするために、なんと取れすぎると廃棄しろって命令ができる。で、起因する損失については保証しない。結構ひどいような気もしますよね。で、途中省略しますけど、設問。公の立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ、あなた自身の見解を述べなさい。なお、法律と条例の関係及び訴訟形態の問題については論じなくてよい。そういう問題です。で、なかなか取り留めはないですよね。法律で学んだことない方は書けないと思いますけど、言ってることはなんとなくわかる。あと、すごく大量の文章を読み込まなきゃいけないんだな、そういうイメージもあるでしょう。司法試験ってやっぱ文章と格闘する試験なので、文章は早く正確に読めることが重要だったりします。あとね、やっぱり論文ってのは裁判意識してます。実際に裁判をする職業であります、法曹っていうのは。だから裁判を意識した問題が出ます。
あと今憲法って問題を出ました。刑法とか民法の論文はまたちょっと違うんですけど、憲法ってね、一番最初に触れる法律かもしれません。で、中学校とかの公民でもやったし、なんとなく親しみがある人もいるかもしれない。ただね、司法試験や総合職の憲法ってめちゃくちゃ難しいんですよ。なぜか、その理由だけちらっと説明します。憲法っていうのは法の法、日本の最高法規って聞いたことはあるかもしれません。最高法規ってのは法律や、あるいは地方の、ね、ルールである条例、これの上に立つわけです。だから憲法と法律や地方の条例がもし矛盾したら、これは無効になります。これが憲法は国の最高法規であるという意味になります。で、普通ね、法律とか条例をやるときには法律でこう決まってるんだから従わなきゃいけないってことですね。で、さっきの問題でも条例で、いや X の生産量が増大したときは廃棄命令出せるんだ、じゃあ従いなさい、これは法律や条例レベルの話です。それは司法試験の科目でいう刑法とか民法の話でもね、憲法をやるとき違うんですよ。条例でこう決まってる、法律でこう決まってるとしても憲法に矛盾するから、この法律や条例は無効じゃないか、従わなくていいんだってことを言っていくんですね。これ法律ルールは従うべきだっていう話からちょっと飛んでますよね。レベルが違う話なんです。なので憲法っていうのは法律や条例を無効にするという意味でかなり特殊です。で、憲法は特殊と思ってください。非常に私もね、結構好きなんです。好きで面白いんですけど特殊です。で、これ憲法を学ぶ前に、他の科目をやっておいた方がいいです。で、これなんですけど、これ民法からやるのをできればお勧めします。で、なんで憲法を学ぶ前に他の法律科目をやっておいた方がいいかというと、憲法ってのは矛盾した法律を無効にするということは、下の法律や条例を何か知っておかないと憲法ってイメージつきにくいんですね。だから憲法からやるのではなく、まず他の法律やってからやる、1科目ぐらいでいいですよ。民法やってから憲法ならいいですけど、憲法をいきなりやるというのはお勧めしません。じゃあなんで民法からやる方がいいか。これね、民法ってのはまずね、身近なルールを定める法律なので、身近であり、もっと言うと最も原始的なんです。何言ってるかというと、お金を貸すって概念ありますね。いきなり何を話すんだって感じかというと、お金を貸すって概念は法律がなければ成り立たないんですよ。だって竹山君が A さんに100万円貸しました、返ってくる保証ありますか。もちろん顔の見える間で返さないとひどい目に遭う、あるいは今後冷たくされるとかね、何らかの制裁サンクションがあればお金は返してくれます。でもそういった制裁サンクションがないと、お金借りた人持ち逃げするかもしれないですね。で、顔の見える者同士だったらお金返さないとひどい目に遭うでいいかもしれないけど、顔の見えない人とお金の貸し借りをやるためには法律や裁判って制度が必須なんですよ。という意味で民法ってのは最も原始的な法律とも言えます。さらに民法っていうのはいろんな法律学のエッセンスが詰まっている科目です。さらに量も膨大です。さらになんとね、民法帝国主義って言葉があるぐらい、民法は他の法律の中でね、
言い方悪いけど威張ってます。民法の学者の先生もね、なかなか地位が高いです。ということで、もう民法からやる。で、幸いのことにレックの司法試験講座、総合職講座は民法からやります。憲法からではありません。これね、私も非常にいいと思ってるし、他のレックの講師も非常にいいと思っております。じゃあちょっとね、戻りますよ。レジュメの1ページ目に戻りまして、司法試験を受けるための資格、すいませんちょっと戻ります。司法試験の中身で、じゃあ5月の4日間で行われる、どんな感じで行われるかっていうと、これね、連続した水木金土日で行われます。で、水曜日が論文、木曜日が論文、金曜日が休み、土曜日が論文、日曜日が担当ということで、金曜は中日の休みで、中日の休みを除くと水木土日の4日間で行われます。1日中朝から晩まで行われます。なので4日間で24時間近く試験をやります。これ体力的には相当辛いです。私も辛かったですよ。受かった年はね、水曜日試験終わって、試験前日寝れませんでした。水曜日試験も終わって寝れなくて、寝れたのようやく木曜日の論文終わったら、もう緊張で緊張でね、体がこわばって眠れないんです。それぐらい精神的にも体力的にも辛い試験なんですけど、やっぱり受かったらかなりね、放送になれるというメリットがある。で、まあ現代の科挙みたいな辛い試験なんですけど、まあ辛い辛いって言うばかりじゃなくて、社会人の方はこの4日間、まあ土日休みだったら水木少なくとも休みにする算段をしなきゃいけないということで、予定の調整も必要です。あと最後に担当があるのは、これ予備試験と共通の問題が出るから、日曜日が司法試験の担当の日かつ予備試験の担当の日になってます。よろしいでしょうか。じゃあレジュメに戻りまして、じゃあカッコさん、司法試験を受けるための資格です。これ司法試験を受けるためにはロースクール、これ法科大学院と言います、修士課程相当ですを修了するか、予備試験に合格しなければならない、どっちかです。で、ロースクールって大学院なので、普通は大学を卒業してから行きますので、大学卒業してロースクールに入って終えるか、予備試験を受けるかで、バーって言って司法試験、これを受ける。で、司法修習に行って2回試験、これが司法し、放送になるためのルートです。結局ロースクールか予備試験、この2つがあるということです。で、過去の予備試験です。で、予備試験に合格すれば司法試験を受験できますが、予備試験ってね、かなり難しい試験なので、予備試験に受かると大抵は司法試験に合格できます。そして受験資格はありません。小学生でも受けれます、受験料さえ払えば。近年では高校3年生の合格者がいます。で、もちろんね、法律ってちょっと大人の学問の側面がある。大人の学問の側面っていうのは、要するに実印とか印鑑証明とか契約書とか、そういったね、ちょっと高級な概念が出てくるので、小学生じゃきついかなと思うんですけど、まあ高校生ぐらいだったらね、理解できるでしょう。で、ロースクールに行くのが無駄だとは申しませんが、やっぱりロースクールに行く時間 2,3 年かかります。これとお金、学費を節約できます。ですので、早く放送になりたいっていう方は予備試験一択ということになります。あとね、ロースクールでがっちり勉強してから放送になりたいって声もたまに聞くんですけど、それだったら私はね、弁護士になってから日本の大学院の博士課程に行ったり、海外のロースクールに行った方が勉強になるって言いますね。まあそれはそれぞれの考え方ですけど、お金と時間は節約できます。で、最近は以前より液化したが、ロースクールに入るよりは難しい、これミニ司法試験のイメージになります。で、5月の担当式試験、これ司法試験の最終日に行われて、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、つまり7法全部と一般教養科目が聞かれます。あれって思った方、そう、司法試験の担当式試験より科目が多い。司法試験はここに書いてる通り、担当式試験は憲法、民法、刑法だった。ところが予備試験は7法プラス一般教養、全然違いますよね、ということになってます。
で、一般教養科目何が出るかっていうのはちょっとね、この後で総合職っていう、公務員試験の話をするので、その時にちょっとご説明します。で、7月、論文式試験、これは憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の7法プラス一般教養科目、民事実務、刑事実務です。で、この一般教養科目っていうのは小論文です。何か文章を読ませて、例えばまとめさせたり、あなたの考え方を聞いたり、そういった一般的な小論文、大学入試とかでもよくある、あと就職試験とかでもよくある小論文なので、これは小論文の対策をすればいいよ。で、民事実務と刑事実務はあくまで法律の延長にあります。民法とか刑法をもうちょっと実務的な観点から聞いていく、そういった科目になります。で、10月が口述試験です。これ民事実務と刑事実務科目に分かれます。で、これもね、論文の民事実務、刑事実務と同じなんですけど、実務的な観点から聞かれる。で、これは面接ではなくて、法律の中身を聞くので、口頭試問と呼ばれるものになります。で、どんなことを聞かれるかというと、例えばね、こんなパネル見せられるんです。こんなパネルを見せられます。つまり東京在住の X さんと沖縄在住の Y さんが名古屋で交通事故を起こしました。 X さんが Y さんに損害賠償を請求するための裁判を立てようとしています。 X はどこの裁判所に訴訟を提起しますか、こんな感じで聞かれるわけですね。で、どこの裁判所に訴訟を提起できるか、これをね、専門用語で裁判管轄の問題と言います。裁判管轄の問題です。で、これって非常に重要なの分かります？だって東京に住んでる人は東京の裁判所は行きやすいけど、沖縄の裁判所行きにくいですよね。飛行機代払って行くのかっていう話です。あ、管轄の轄が違いますね。管轄の轄はこれですね。飛行機代払って沖縄行くのかって話です。名古屋も遠い。一方で事故現場を見るんだったら名古屋の裁判所の方が優れている。これいろんな問題ありますね。で、これは民事訴訟法という科目に決まっています。で、結論から言うとね、今覚える必要ないけど、全部、どこの裁判所に訴訟を提起してもいい、東京でも名古屋でも沖縄でもいいということになっています。で、普通に考えるとね、東京に提起した方が良さそうなんですけど、弁護士だったらね、逆に沖縄の裁判所で裁判やった方が Y さんが素直に出てくれて話し合いがやりやすいんじゃないかとかね、いろんなことを考えてどこに訴訟を提起するかを決めていきます。いいでしょうか。じゃあね、これ難しさなんですけど、最近は以前より優しくなりましたけど、これロースクールに入るようには難しいんです。ミニ司法試験のイメージで、司法試験にかなり問題は似てます。あとね、担当を受かったら論文に進めて、論文に受かったら口述進めるんですけど、口述で落ちたら最初に、いや振り出しに戻るんですよ。その意味でも厳しい試験になります。では予備試験の合格率でどれぐらいか考えていきたいと思います。で、受験者は最近増加傾向にありますが、だいたい1万人です。ちょっと考えていきましょう。予備試験の合格率、受験者がだいたい1万人です。
で、担当式試験は、この1万人のうち、大体 20% ぐらいが合格するので、担当式試験の合格率は 20%、合格者数は大体2000人です。で、この担当に受かった2000人が論文に進みます。この2000人が進みますね。で、この2000人の 20% これが合格するので400人になります。で、この400人が口述試験に進んで、で、口述はほとんど受かる、大体 95% ぐらい受かるので、382ぐらい、これが大体の合格者です。だから合格率は大体 4% 弱ということになります。 4% 弱、1万人受けて400人、まあ結構なハードルですね。その一方で、例えばね、1人とか2人受かるんじゃなくて300人400人受かるから、まあ不可能ではないだろう。 0.01% とかではないからね。まあ、そういう試験になってます。で、ここでね、私が強調したいのは、担当試験は誰でも受けられるということです。つまりこの1万人っていうのは、法律を非常にたくさん勉強している方もいれば、全然勉強してない記念受験の方もいます。だから、ここの 20% に入るっていうのはそこまで難しくないんですよ。ただこの担当を受かった2000人の中の 20% ってのは、これ猛者中の猛者ですよ、2000人って。この 20% に入るのがめちゃくちゃ難しいですので、予備試験、これ司法試験もそうなんですけど、は論文がメインです。よく論文は司法試験の天王山と昔から言っています。これです。猛者中の猛者に入るのは2割なのでね、見かけの合格率は担当は誰でも受けれるので 4% よりは高い。しかしながら論文突破するのがハードなんだ。これはぜひイメージをつけておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね、ロースクールのお話も少しさせていただきます。2ページ目ですね、括弧。ロースクール法科大学院です。これ入学して卒業すれば司法試験受験資格が得られます。これ合格って書いてあったら間違いです。受験資格です。修士課程相当だが、研究よりも高度な法律の知識と使い方に重点が置かれます。普通の大学院っていうのは論文を書くことがメインなんですね。しかしロースクールっていうのはあくまで論文を書くのではなく、高度な法務知識を身につける、そういった大学院になります。で、講義の中身はソクラティスメソッド、これ教員と受講生の議論を通じて、ある設問をどのように法的に解決するか、これを考えていくというものになります。簡単に言うと当てられるということです。何々さん、例えばね、さっきの裁判管轄だから、この裁判管轄はどこにありますかって聞かれていくということです。で、がっちり予習をして臨みます。で、コースとしては未修者コースと既修者コースがあります。未修者コースはこれ3年で、法律学習したことがない人向けのコースです。ただこれ法学部であっても未修者コースに入ることはできます。入試は小論文、これ法律以外の小論文が多いです。あとTOEICやTOEFLのスコア、英語のスコアが要求される場合もあります。で、未修者コースは小論文で決まるので、ステートメントって言ってね、志望動機を書いた書類とか履歴書みたいなものとか、英語のスコアとかが結構重視されます。一方で既修者コース、これ2年法律学習者向けです。法学部を主に想定されているコースですが、法学部でない人もちゃんと勉強すれば入れます。そして入試は法律の論文試験です。予備試験ほどの難しさはないですけど、大抵法律の事例問題の論文試験が課せられます。で、TOEICやTOEFLのスコアが課されることもあります。ただ既修者コースは法律の論文が課されるので、法律の論文の点数でほとんど決まります。
なのでね、よっぽど英語のスコアがいいとかそういった場合じゃないとあまり見られません。なので、修者コースに入る方は法律、これ頑張ってください。あとね、ロースクールもし目指されるんだったら修者に入ってください。未修者ダメです。なぜかというと、未修者コースは司法試験の合格率があまりよろしくないんです。なぜかというと、これ簡単で、3年と2年の差って1年ですよね。未修者コースというのは1年で法学部4年分の勉強追いつかなきゃいけないんですよ。これめちゃくちゃ厳しいですね。あと、既修者コースの試験に受からないような人は申し訳ないけど司法試験受かるわけがないんです。だから法学部でなくてもね、例えばそのレックみたいな予備校で少し勉強をして既修者コースに入った方がよっぽど合格可能性が高まります。ロースクールに入るなら既修者を目指してください。このガイダンスの司法試験の概要、これもね、学習法につながってるんで、非常に重要なパートなんですけど、まず司法試験の制度の概要パート、これにて終了します。次はこれもね、司法試験にも関係するので話しますけど、国家総合職試験の概要っていうのをお話しさせていただきます。じゃあ国家総合職試験の概要です。国家総合職試験とは、これね、昔は国家一種とか言いました。政策の企画および立案または調査および研究に関する事務をその職務とする係員の採用試験です。これ試験案内より抜粋しました。で、これ実際はいわゆる官僚になる試験です。で、これもね、私のクラスは司法試験と総合職の、両方のクラスになってるから解説するっていうのもあるんですけど、これそもそも司法試験に関係するんですよ。憲法なんかにも関係するので、ぜひ知っといてください。で、まず官僚って何かって話です。で、日本は議員内閣制というシステムをとってます。何かというと、国会内閣裁判所の話になります。で、国会っていうのは立法権ですよね。内閣っていうのは行政権ですよね。で、三権分立なんで立法権と行政権は分離してるんですが、日本やあるいはイギリスが取る議員内閣制っていうのは、この国会の立法権と内閣の行政権がある意味連動してるんですね。だって国会で第1位を取った自民党が内閣総理大臣出しますよね。で、この自民党の総裁が普通は総理になります。なので国会と内閣というのは議員内閣制を取っている限り連動しているということになります。なので、法律というのはまさに総理大臣が作っているようなイメージがあるんですけど、一応国会が作っています。ただ、ここ連動しているから実際は内閣が法律案を出しているわけです。で、ここでね、法律ってものすごいいろんな分野の法律ありますよね。例えば農業絡みの法律、これ農業に詳しくないと法律自体作れません。でも政治家って、自民党の政治家ってもちろん農業詳しい人もいるかもしれないけど、農業詳しい人ばっかじゃないですよね。じゃあどうやって法律作るかっていうと、その専門性を支えるのがこれ官僚なんですよ。農林水産省の官僚っていうのは農林水産省に基本的にずっといるので農業詳しいんですよ。そういった官僚たちの助けを借りて法律案を作っていく。そのサポートをするのが官僚になります。で、この官僚っていうのはですね、いいか悪いか置いといて非常に出世スピードが速く、例えばね、警察庁の官僚、これってね、ものすごい出世スピード速いんですよ。で、何を言ってるかというと、警察官になるためにはいろんなルートがあるんですけど、都道府県の警察の試験を受けてなる方法と、その国家総合職からなるルートがあります。でね、みんな刑事ドラマって見ますかね。刑事ドラマの所長さん、これ2パターンあって、めちゃくちゃ若い場合と結構年いった場合があります。刑事ドラマの所長さんで若いのは
この国家総合職の官僚です。官僚っていうのはこのね教育システムの一環として地方の警察署長に若い頃になってまた中央戻ってどんどん出世する。だから20代で昔はね署長になれたと言われてます。一方で叩き上げの場合は署長になれるのはねものすごい出世して50代でなれる。それもめちゃくちゃ出世してですよ。そういったことになります。なので良くも悪くも官僚っていうのは出世スピードが速い。で官僚になるためには国家総合職試験に合格することも必要なんですが、これ合格しただけでは公務員になれません。で国家総合職試験は官庁訪問、これ採用面接です。これに進むための最低限の資格だと思ってください。で資格は3年間有効です。でここはちょっと割愛しますね。で官庁訪問の際、席次はなんだかんだ言って見られてる。これ省庁にもよりますけど席次が見られる省庁もありますので上位で合格することが大切です。で試験科目になるんですけど、一次試験はマークシート、二次試験が記述試験と論文と人物試験の簡単な面接で、官庁訪問が2週間ぐらいある面接みたいなことになって、これが過酷です。でちょっと司法試験に関連するところだけ話しますと、国家総合職の第一次試験は基礎能力試験で、これ一般教養です。でこれ文書理解、判断推理、自然人文、社会科学などです。文書理解はこれ英語と現代文の読解問題だと思ってください。で判断推理っていうのはこれね数理パズルみたいなものです。例えば A さん B さん C さんがそれぞれこんなこと言っていて、実は一人だけ絶対に嘘をついている人がいます、誰でしょうかとかね、そういった問題が出ます。あとね私苦手なんだけど、空間図形をこう切った時の断面図はどれですかとか、そういった問題が出ます。あと自然人文社会科学、これ社会とか理科とか数学ですね、こういったものが出ます。でね総合職は文書理解と判断推理がたくさん出るんですけど、予備試験の一般教養もこれと出題科目ほとんど同じなんです。ただ予備試験の場合は文書理解と判断推理が1問ぐらいしか出なくて、自然人文社会科学がいっぱい出ます。あとね予備試験の一般教養は選べます、選択できますので。で国家総合職は自然人文社会科学は一部選べます。で国家総合職の専門式試験は憲法、行政法、民法で、あと商法、刑法、国際法、労働法、経済学、財政学から3科目選択。実はですね憲法、行政法、民法は司法試験にありますし、商法、刑法も司法試験には必須です。国際法と労働法は選択科目なので、どっちか選べば司法試験の科目と思いっきり被ります。ですので司法試験と国家総合職は両方受けることも可能です。でね、じゃあ司法試験の話と何が関係あるんだかっていう話をしていきます。もともと国家総合職試験っていうのはもともと高等文官試験というものでした。これ3つあって、行政科と外交科、司法科の3つがあったんですね。で外交科っていうのは 2,30 年前まで外交官試験って試験で残ってたんですけど、これももう廃止されて行政科と外交科がまとめて総合職になってます。で高等文官試験の司法科は司法省の官僚になったり裁判官になったり検察官になったりする試験だったんです。なんと裁判官検察官になる試験は昔は本当の公務員試験だったんですね。ところがそれがですね戦後にこの司法科は裁判官検察官になるための試験だったんですけど、これが弁護士の試験と統合されました。
行されて、これが司法試験になりました。こういった歴史があるんですね。で、この歴史があることから、実は法務省の官僚、法務省の役人のほとんどは検察官です。だからね、法務官僚になりたい人は司法試験を受けて検察官になってください。逆に言うと、検察官は法務省の官僚っていうイメージをぜひ持ってください。そういったシステムになってます。よろしいでしょうか。じゃあ、これが、司法試験に関連する総合職の概要というお話でした。じゃあ次ですね、ここから本題です。司法試験のサクセスストーリーね、勉強法に入っていきます。6ページ見てください。で、担当対策としては、まずインプットっていうのは、要するに法律学の中身を覚えたり理解したりすることです。で、レック通ってるなら講義をまず聞いてください。で、講義を聞いた後復習です。復習はテキストとか講師の配ったレジュメを条文引きながら読み理解してください。法律、特にね、司法試験で出るのは法解釈と呼ばれるものなんですけど、条文が命です。なのでね、紙の六法を買って、これでも買ってぐらい引いてください、六法。そして、理解してください。司法試験の対象っていうのは、理解しなきゃ覚えられません。丸暗記できるぐらい少ない量ではないです。なので理解してお暗記してください。で、その上でアウトプット、問題を解いていきます。で、論文と担当は出題範囲は基本的に同じだが、担当式試験に出ないような、担当式試験にしか出ないような分野もあります。これは担当プロパーと言います。ですので、ベースは論文の勉強なんですよ。実は論文の勉強しつつ、担当にしか出ない部分をプラスアルファで担当で勉強する、そういったイメージです。じゃあ論文対策です。概要で、これは講義を聞く、テキスト条文引きながら読む、理解する、講義の、聞いて復習です。で、論文対策の特徴として、この論証を覚えるというのがあります。論証を覚えるっていうのは、すぐ後で説明していきます。その上で問題を解く、実際に書いたり、あとは書くとね、1時間2時間かかっちゃうんで、答案構成っていって、この問題だったらどういうことを書くだろうっていう答案構成をして、勉強終わりっていうこともあります。では過去に論証とはです。これは法律の文言を読んでもすぐにはわからない点を理由をつけて解釈したものです。で、これが実は論文のパーツになってます。で、理由をつけて解釈したものを一つのパッケージにしてるんですね。これを論証と言います。具体例見ていきましょう。次の例です。死を目前にした A は B 女のお腹の子に対し金100万円を贈与できるか。なお、子は今にも生まれそうである。これね、人はいつから人かって問題です。人間じゃないとお金もらえないですよね。お腹の中にいる子は民法上人間として扱われるかという問題で、見てください。民法3条1項、私権の共有は出生に始まると書いてます。じゃあお腹の中にいる状態じゃダメですね。生まれてから贈与してくださいって話になります。じゃあ生まれるっていつですかって話になる。何かというと、お母さんの中から、普通胎児って頭から出てきますよね。頭の先っぽ出てきたら生まれたになるのか、全部出てこないと生まれたにならないのか。法律って細かいんですよ。なんでこんな細かいことをやるんだろう。それね、細かいことでいろんな事件の結論が変わるからです。だって今にも死にそうな人がお母さんのお腹の中から半分だけ出てきた時に贈与したらどうなるかとかね、結構これ現実的な問題になってくるわけですよ。で、これ出生が一部なのか全部なのか、露出したのか分かんないから解釈をします。では出生とはいつを指すか。で、この点、解釈の明確性から、これ理由付けですよね。母体から全部露出した時と解する、理由付け、結論、これすごく短いけど論証になっています。論文のパーツになっています。これパッケージです。
解釈の明確性ってなぜ理由になっているか分かりますか？これ要するに一部出ただけで出生としたら、頭の先だけ出たら出生なのかとか、髪の毛一本で出生なのかとか、いろんな面倒くさい問題が出てくるので、もう全部ポンと出た時、これが出生なんだって知った方が早いからです。よろしいでしょうか？で、この論証っていうのは一言一句同じである必要はない。似たようなことを書ければいいんだけど、これ論文のパーツだから、これをストックしておかないと現場では書けないわけです。論証を知らないと現場では書く材料がないんです。あるいは現場で考えたとしても、考える時間も現場でないんですよ。だから論証を覚えてペタペタ貼り付けてって、考えなきゃいけないところだけ現場で考える。とにかく論証を覚えなきゃいけないんだってのは覚えておいてください。で、この論証を覚えるって作業が一番ハードです、司法試験では。で、実はね、この論証、これ論点っていうものなんですけど、母体から全部露出した時って考え方で書きました。反対の考え方もあります。でね、法律学っていろんな説があるんですね。諸学説があります。いろんな学説があるんですけど、その中で判例と通説だけ押さえていってください。さっきの全部露出説は判例です。判例っていうのは裁判所の考え方、通説っていうのは一般に通用している説のことになります。じゃあ次いきますね。じゃあこの勉強をどうするか、初学者におすすめの学習法です。で、まずレックの講義引いてください。民法だったら意思能力っていう講義があったとします。で、第1回目の講義を聞いたら、すぐ第1回目の講義の箇所の復習をしてください。復習のやり方としては、私の講義だったらレジュメがあるので、レジュメを条文引きながら読んで全部理解しているかどうか確認する。で、その後1回目の講義の範囲に論証があったら、その論証を覚える、もっと言うと書けるようにしてください。で、その次に担当の問題を解きます。これ要するに1回目の講義でやった担当の問題、これついてるわけじゃないんですけど、担当問題集買って、この辺1回目の講義でやったよなっていうところをやってください。で、これね、最初はおそらく難しくて解けないと思います。それでいいんですよ。難しくて解けなくていいんです。問題文読んで、解説読んで分かるようにすればいい。で、これなんでこの段階でやるかというと、もちろんどんな問題が出るか感じ取るっていうこともありますし、あと講義聞いてすぐ問題を解くことによって記憶を定着させるということもありますし、あとケースに触れる。法律って事例の中で生きてきます。なぜかというと裁判に使うから。で、その事例やケースにたくさん触れることによって理解が深まっていく、こういう意義もあります。で、さらに、理想論言えば論文の問題も解いて次の講義聞く、これをぐるぐるやっていきます。で、これをやって講義の最終回まで行けばそれなりに力ついてます。でね、これ簡単そうに書いてるけどめちゃくちゃハードです。ただこの学習法を最初からやるとものすごい力つきますよ。ぜひね、騙されたと思ってやってください。そしてね、民法の講義1回目から24回まで終わったら次どうするかというと、もう一回復習します。このサイクルを繰り返す必要はありませんし、講義聞く必要もありませんけど、復習して論証を覚えて担当問題解くというこのサイクルはやってください。なぜかというと、これね、法律っていうのは一回やっただけでは分からないんです。その分からないっていうのは能力の問題じゃなくて、分からない構造になっています。構造の問題です。法律っていうのは一回やっただけでは理解できないような構造に元からなってるんです。少しご説明しておきます。民法っていうのはパンディクテン体系ということをとっています。これは共通するものは前にくくり出すというものです。
どういうことかというと、騙されて契約することありますね。詐欺って条文は96条、前から96番目にあります。でも騙されて買い物をする売買っていうのは555条にあります。このように条文っていうのは前からね、順番に規定されてるんだけど、売買ってのは結構後ろの方にあるんですね。で、さらに人から物を借りる、お金を払って物を借りる賃貸借っていうのは601条にあります。で、騙されて物を買うこともあるし、騙されて物を借りることもあるってことは、詐欺ってのは売買や賃貸借に共通しているので、前の方の条文に置いてます。ということは、逆に言うと頭から勉強してって、こう詐欺まで来ても騙された売買は分からないんですよ。騙された売買は分かるのはここまで勉強して、騙された賃貸借が分かるのはここまで勉強して初めて分かるんです。だからこれね、全体をもう一回見直さないと分かんないので、もう一回最初から最後まで勉強する必要があるわけです。よろしいでしょうか。で、さらにこれ1回最初から最後までの一回しと言います。で、一回し、二回し、三回し、何回しでもやってください。私のね、司法試験の先輩こう言ってました。司法試験ってのは結局同じ科目を何回回せるかで決まると。その通りです。何回も回して記憶を定着させてください。で、心配することはなくて、一回し目より二回し目の方が時間かからないでしょ。理解が深まってるから。だから3回し目はもっと早くなってます。なので、そこはそんなに心配する必要はありません。じゃあ次、7ページ。じゃあ合格までのロードマップです。2021年4月、レックに入校したとしましょう。入門講座1年続きます。で、基本7法のインプットで法律の概要理解、条文理解で、基本的な当てはめ、これケースに条文を適用してどういう結論が出るか考えていく。で、さらに条文理解、条文理解大事なんで2回書きました。で、これが基本的なインプットなんですけど、やっぱり論文、これ大事なんで1年目から論文をやります。論文基礎力要請討論で基礎的な論文を書く力を身につける。で、これだけじゃやっぱり足りないんで、さらに添削オプションがあります。これは講師がね、問題を添削するってやつ。これで二重に論文の力を身につけていただきます。あと、自習にはなってしまうんですけど、講義の復習してください。で、担当問題演習、これね、2年目には担当の問題演習ついているんですけど、レックの講座って2年コースです。2年後に予備試験受けるようにはなってるんですが、1年間であわよくば受かりたいですね。あわよくば受かりたい人は担当問題演習もここでしてください。で、論証を覚える。で、2020年5月頃、レック2年目講座スタートです。で、5月第2を予定なんですけど、ここに予備試験担当式試験があるんで受けてください。受かったら儲けもんなんで受けましょう。で、受かったら儲けもんなんですけど、ここでダメでも2年目の講座、合格答案作成講座で、これ応用も含め論文を書く力を養成します。担当合格講座で担当を解く力を養成して、あとは答練、答練ってのは答案練習会の略です。これ担当もあるんですけど、重要なのは論文。論文の問題を書いて提出して、合格者に採点してもらって帰ってくる。で、これ大事なんですね。自分の答案見てもらって、ダメなところを指摘してもらって直していく、この作業を繰り返しがすごく大事なので、答練は必ず受けてください。で、自習したりする。で、2023年予備試験合格の年です。5月担当試験、7月論文試験、10月下旬口述試験で、2024年が司法試験合格の年で、5月半ばの水木土日が司法試験、9月合格発表で、11月から司法修習で、2025年放送デビューの年、12月上旬に弁護士登録がまた裁判官、検察官、認可になります。で、予備試験を2年じゃなくて1年で合格すれば1年短縮できます。あわよくば1年短縮もね、一緒に狙っていきましょう。そして最後になりますけど、予備試験ってどれぐらい勉強すれば合格できるのかというお話をします。で、これね、
どれぐらい勉強すれば合格できるかって言ったんですけど、これね、問題の立て方逆にしてください。自分は何時間勉強に回せるか。予備試験、司法試験の勉強量って膨大なので、これやろう、これやろう、これやろうって言ってたら一生が終わってしまいます。そうじゃなくて、何時間かけられるか、そこから考えていきましょう。例えば社会人の方で平日は3時間勉強できるとします。だから3時間かける5で15時間、土日これは10時間勉強できるとしましょう。10時間かける2で20時間、そうすると1週間に35時間になります。で、これがこの人の勉強できる時間です。1年間に換算すると52をかけるし、2年間だったら2をかければいいので、35時間かける52週かける2年で計算すると、35×52 は35×5、52、70を足せばいいので1820になって、これで答えは3640時間。で、3640時間も7つの法律に割っていきましょう。民法は量が多いので2科目分とカウントすると、これ割る8、7法で民法2科目分となると1科目450時間、民法は900時間ということになります。これがこの人の1科目あたりに費やせる勉強時間になります。で、これ多いか少ないかです。で、民法ね、例えば入門講座を聞くだけでも24回×3時間、つまり72時間あるんですよ。72時間の入門講座を聞いて復習も最初それぐらい時間かかりますよね。144時間、入門講座聞いて復習するだけ、担当の問題も論文もやってないのに144時間飛んじゃうんですよ。となると、まあ不可能ではないけど、これかなり時間がないなってことが分かります。で、大体ね、ものの資格の本にはよく司法試験までの勉強時間5000時間って書いてますので、3640、まあ悪い数字じゃない、隙間時間を足せば5000時間になるかって感じです。ですので結構時間は限られている。効率良い学習、隙間時間の活用、こんなものが求められるわけです。よろしいでしょうか。ということでですね、ぜひ予備校を利用して効率よい学習をしていきましょう。60分で分かる司法試験のすべて、ガイダンス、これに終了いたします。お疲れ様でした。